仕事行こう。また怒られる。ということで、で仕事通勤途中にめちゃめちゃ寄り道しております。じゃあみんなどこら辺まで寄り、わかんねえ。目的地がどこ？目的地もわかんない。あ、目的地こっちか。多分ね、初期位置ね、ここら辺だったと思うんだけど、ここら辺。ここら辺だったと思うんだけど、なんか、ここまで来ちゃったね。まあ、理由はあって、まあ、前回とね、だいぶ見た目変わってんだよ。なんか、ちょっと明るくなったっていうかさ、なんか、いろいろ設定を変えた。で、60fps になったわけよ。前回は 30fps だったんだけど、すげえ！画質すげえ！で、60fps にしてさ、もうマジでぬるぬる。マジでぬるぬる。いや、もう絶対実物よりぬるぬるになってるもん。こんな人間がさ、こんなぬるぬる動くわけないじゃん。クモ男ならまだしもよ。あ、スパイダーマンだった！このボケやめよ。すげえ！すげえ！何やってんのお前ら。何？日本の、内閣のやつやる？いいよ。ごめん。俺、安倍さんな？わあ、いいわ。いいわ。スパイダーマン批判してたよね。言うことある？あ、批判？はい、認めます。え？聞こえなかったな。俺も聞こえなかった。法律を守らないのは良くないと思うけど。けど今目合ったよな、お前。え？おい、もっと刺激的な言葉くれよ。俺実はド M なんだ。刺激的な言葉くれよ。全部論破してやるから。え？不法侵入だって？そうですけど。調節むずい。これ近づきすぎると消えるんだよ、ほら。調節むずいんだよな。よいしょ。こんな感じか。ちょっと、スパイダーマンのカメラ目線欲しいな。スパイダーマンの。これで、ちょっと詐欺って。あ、男も見えちゃった。男はいいんだよ。別に、擁護派だから。ちょっと近づいて消えちゃうんだよなぁ。もどかしいなぁ。なんでお前ら、ゲームプログラムみてぇだな。ゲームプログラムだったわ。なんか悲しくなってきた。お、着いた。ここでいいのかな。ここがピーターの職場になるんです。なんで上行った？わ、ハトいっぱいいる。チーズ、お豆いる。あ、逃げちゃった。じゃ俺がハトになるか。あ、どこ行っちゃうの？行くか。よっしゃ、タイムカード。まずタイムカード切れ。まずタイムカード。わぁ。遅れてすみません。え、どうした？もうタイムカード切ろう。ああ、わかりやすいオクトパス。実写の映画見始めてたんですか。ああ、時期に委員会のトップがやってくる。なんかうまく心配するな。開発したのは私だ。一人でやれるよ。スパイダーマン2見たからが分からせたら不安しかないんだけどね。ああ、吸い込まれちゃう。ダイソンびっくりのびっくり対応できちゃう。あ、まずい。どうした。いや、止めた方がいいんじゃ。まだだ。何意地張ってんの。博士、意地張るのはジラスプレーの時だけでいいんだよ。博士、よかったな。残りの髪の毛も剃れないで。ダイソンで髪の毛全部取られたらたまったもんじゃねえもんな。だがあと一歩だ。そうだな、ハゲまであと一歩だ。あ、来た。タイミング最悪。
狙ってかた、狙ったかのようなタイミングできた。怪我は？いや、全部僕のそのエネルギーレベルが予想以上でね。ね、今後期待でしょ。だが言い換えればこれも研究が進んでいる証だよ。そうだ。そんな風には見えませんけど。そうだ。本当だ。次こそは。先走るのはやめましょう。場所を変えてお話できます？じゃあ話はしてくれるんだ。ピーター、今日はもう帰っていい。え？でもまたゆっくり話そう。給料出るの？まあ仕事内容的に見れば10時間ぐらい働いたぐらいの成果はあったんじゃないかな。なんせ。本当最悪。制御装置が効かないなんて。あ、博士には休めって言われた。残業すんの？原因を確かめなきゃ。いい人、残業するんだ。あ、なんか義手のサンプルは何でもかんでも取り寄せたんだっけ。これみたいな。これ初めての志願被験者、敵指導ル5丁。腕を失ったけどもう一度娘さんを抱きしめたいって。ああ、もうめっちゃ感動できる話。なんか全力でね、応援したくなるよ。もう娘さん、いや気持ちわかる。その気持ちはすげえわかる。あ、うわ、話してる。ラボの火災は何度目ですか、博士？3度 ?4 度？まあまあ2度あることは3度あるって言うからな。失敗という灰の中からこそ偉大な科学は生まれるんだ。そうだそうだ。オクタビアス博士って本当楽観的だよな。オクタビアス博士、絶対オクトパスじゃん。まあなあ、3度目の正直って言うからな。まあ4度目言ってるんだったらもうかなりなハードラックっていうか。まあ進めたいんだけど、いろいろ調べたい部分もあるやん。今日はついに補助金審査。あ、録音してるんだ。準備はできた。可愛いとこあるじゃん。研究は目覚ましい速度で進展した。まさか身長アクチュエーターを許容値に戻せるとは思っていなかったが、パーカーが、ああ、やっぱ天才なんですよ。あの子の原理や科学を見る目は他に類を見ない。めっちゃドヤ顔してる。カスタム機械加工の補充部品を注文しようとした時、ちょうど彼が工務店から溶剤のボトルと歯ブラシを持って帰ってきた。見事アクチュエーターの問題を解決した。すげえ。あの子は間違いなく天才だ。遅刻魔の天才でもあるが、まあ、もう10分遅刻だ。まったく今日の審査を忘れたわけじゃあるまいし。きっとがっかりさせたよね。終始ドヤ顔なのやめない？ずっとドヤ顔なんだけど。遅刻魔って言われた時もずっとドヤ顔してたんだけど。ピーター、すげえなお前の肝ったま。なーにこれ、なーにこれ。マザーボードかと思ったら全然違う。なんか超進化した。あ、これ 3D プリンター。あ、 3D プリンターだ。あー、なるほど。あー、いやグラフィックすご。え、グラフィックすご。てか 3D、 いや何個あるの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いやー、こんないる。 3D プリンター熱、3D プリンターって熱に弱いんでしょ。俺たちの研究熱で溶けてしまうか心配だぜ。キモ。まあここはね、ミニゲーム要素とかもあるからね。まあそれが、わあ、これか。こうやってピッピッピッってつなぐわけだな。おー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 。逆に神経その数で足りるんだ。CPU メモリー。この CPU メモリーがキャパオーバーしたらどうなるの？あ、さっきのがそういうことかな。うわ、なんかちょっとグロい映像ある。え、グロい。え、グロ。え、グロ。これ、なんか顕微鏡でも撮ってんのかな？ちょっと。ちょっと生死に見えちゃった自分をちょっと殴りたいですね。ちょっとね、ちょっとだけ、ちょっとだけでね。ビットね。ビトルね。バイトね。メガね。ギガね。キロ抜かしちゃった。すげえキュートなマネキンじゃん。多分、博士一人の時こいつに話しかけてたんだろうな。俺そろそろちょっと結婚考えてるんだけど、なかなか相手がちょっとピーターしかいなくて、僕はそういう趣味ないんですけどね。前回俺のケツは常にすでに予約しているんだよみたいなこと言ってたけどな。あれはあくまで冗談だ。俺はそういう系の趣味はないし、もちろんこれから染まるつもりもない。ただ一つ言えることは、どっちにしろ出会いがない。さあ、よくわからん話をしたところで、さっさとストーリー進めましょう。ひどい姿になっちゃって。全然動かない。見て、全然動かない。筋トレした後の俺みたいになってる。筋トレした後、もうマジでこんな感じ。あ、ちょっと、ちょっと、
あ、ちょっと、あ、いいよ。やっぱ左腕が俺右腕派なんだよな。でも被験者が左腕で、息子を抱きしめたいって言ってたから娘だよな。もう流れで息子って言ったけど、まあそういうことです。何がまずかったのかな。あ、力加減じゃない。だってめっちゃ力入れるのよ。もういいわ、もう下品。俺の話はとっても下品だったな。もう心を入れ替えよう。こっから普通に行こう。オクタビアス、なんかウイルスみたいな綴りしてるえ、これ自分でデザインしたの。なんていうか、すごいあれだね、かわいいね。あー出た。そう、僕が事前チェックしてれば絶対見つけてた。ほんとな、ほんと。ここでバイトしているとある少年が遅刻しなければね、こんなことにならなかったと思うんだよ俺は。なあピーター、ひどいやつがいたもんだよなピーター。なあ、まあその人にもね用事があったかもしれない。これ繋げれないんだよね。その人にも用事があったかもしれないよ。あったかもしれないけど、あの正当防衛なら車で人を引き殺していいのかっていうと違うでしょ。違うだろう。このハゲ、ハゲは博士だった。これでいいのかな。 OK、 部品を修理したびっくりマーク。サーボ制御のルートを変えてった。彼らの部品には特定の方向しかつなぐことができないやつが、あの黄色矢印のやつだね。まあまあまあ、まあ特にやるのは、まあこれでいいや。オッケーオッケー。まあ初めだからそんな難しく、あれ難しくないって言ったけど、どうやら、俺の脳回路が俺の五感に追いついてなかったようだ。もうそういう回路があるよって言いながらも間違いを犯してたな。まあ若者はね、間違いを犯すもの、戸惑いこそ人生だよ、キザルくんってやつですね。よーっしゃ、できたー。ちょっと手間取ったー。いいぞ、それじゃあ。やっぱ話しながらゲームって難しいね。まるで右手で。そしたら今度は電圧を再調整。トークを遮らないでくれ、俺の。なんか右手で丸書きながら、右手で丸書きながら、四角で左手、ん？なんだ？世界が入れ替わったか今。でこれ電圧を調整しなきゃいけないんだよね。多分ここだな。ここを取り除いてこれだな。オーケーオーケー。ふう。終わり。よーし。できればね、遅刻せずにここ来たかったね。聞いた。まあ、君の日頃の活動はとてもね魅力的でクールでかっこいい。クールでかっこいい。かぶった。クールでかっこいいけど。それじゃ試してみるか。まあ、自分のてめえの後始末は全然足りてねえなって話だよな。大学生は自己管理大事だよ。俺みたいに毎日レポートとか前日の夕方ぐらいにあげる俺を見習わなきゃいけないね。普通の人なら夜にあげてる。普通の人なら夜の23時59分にレポート提出して、でも俺は前の日のもう期限1ヶ月ぐらいあるレポートでも期限の前の日の夕方にはあげてる。ね、こういうのなんていうか知ってる？50歩100歩。あ、新品同様。うわー、すげえ新品同様。もう絶対いたした後に一眠りしたじゃん。賢者タイムの特有の眠気で一眠りしたパターンじゃん。博士は義手用の素材をテストしてたんだ。そういえば研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ？今やっちゃおうかな。レビュー？え、何？ツイッターにあげんの？義手作ったなうって。いや、バッキーも喜びそう。おお、来たな。論文のレビュー、感謝するよ。おい。専門家のレビューは、偉大な科学の基盤となる。めっちゃまたドヤ顔してる。試着の準備をしている最中、バカげてはいるが、こう考えた。バカげてるがハゲてるに見えた。本当に、これが手足の代用として最良なのかと。ああ。別の方法があるんじゃないかと、考えてしまうんだよ。いいじゃないか。悩んで正解見つけるのは科学だろ。疑い持って正解だよ。うん、博士、君は正しいよ。ただこれだけは言わせてくれ。給料はちゃんと払ってくれ。
よっしゃ、やってみよう、顕微鏡。未知の物質発見。博士は義手の新しい素材をテストしてたんだ。トニー・スターク助けられる？毒が毒に汚染されていくやつ、アイアンマン2にあった展開。これでなんか解析するのかな。あのアークリアクターがね、どんどんなんか腐っていくみたいな感じ。フラグメントを選ぶ。多分最初はなんか変なやつないよね。でこれで OK。 あー全然ダメじゃん。外して、これかな。簡単だな。もはや作業する必要あったって。ここから先コンピューターの仕事だろう。ハイドロゲルとポリマーの合成素材、まあ、全然強力だけどインピーダンスが高い。俺情報系だから他の素材探した方がいいって伝えなきゃ。全然あの単語は全然わかんないです。あ、終わった。で次はラボで。これ以上ヘマしたくないし今日はもう帰る。あ、もう帰るの。ちょっとちょっとタイムカードをね、一旦ちょっとそこらへん一周してくる。そこらへん一周して、あ、来た。変幻系ブリッジで桁外れのカスケード反応を確認した。全然言葉わかんない。私たちはカスケードではなく結果が見たいんですよ。もちろん結果も出せるさ、信じてくれ。我々は日々成功へと近づいているんだ。確かにすごいカスケード反応だったな。お、ピーター、皮肉がうまいね。でも結構自分の将来自分の将来関わってんのに、職場のこれは結構自分の将来関わっているのに、遅刻した上にこうなってさらに皮肉言うて。まさかこんなに早く義手が進化するなんて。どうした。試作の時は古い電子レンジの部品を使ったんだっけ。あー、なんかそういうの好き。いいね。なんかシュタインズゲートの冒頭を思い出すような電子レンジしか共通点ないんだけどね。あ、まだなんかあれは顕微鏡か。なんかあれ録画のやつねえかな。にしても専門用語飛びすぎだよな。あ、なんかある、なんかある、なんかある。これ何？人工装具のハードウェア改善だったよね。何？博士の発明をレビューしてダブルチェックしておかないと。あー、なんかある。このステージは回路タスク。あれ？これさっきのやつ？さっきのやつ？あ、さっきのやつ。めっちゃ簡単でした。助手は遅刻だったとか。スタッフに資金の無駄遣いですか？いいかね。今回の件とピーターは一切関係ない。いや、一言も相手ピーターって言ってませんけど。欠かせない人材なんだよ。天才科学者の卵だ。うわ、ありがとう博士。さっきも似たようなこと言ったけど、ピーター、お前結構瀬戸際に立ってんだぞこれ。職場が瀬戸際立ってんのに、なんだそのドヤ顔。もう出るか。もういい加減ね。これがたとえマジックミラーだとしても、博士たちにそういう趣味はないだろうから、俺は追いとまするよ。もう副業頑張るわ。時給0円の副業頑張るわ。時給0円の、うわぁ、どうした？熱いハグでももらった？え、ユリ、ユリちゃん？こちらユリ。はい。リスクはもうライカーズ？ライカーズじゃない。あいつはVIP待遇されるらしいから。え？ラフト刑務所。ああ、スコーピオンやエレクトロと一緒ってこと。聞いたことある名前。フィスクもついに大御所の仲間入り。あ、ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。はい、すぐ行くよ。なんか刑務所でなんか問題が起きちゃったらしいです。いやー、警察はいつでも仕事熱心だね。うん、ファクトニュースの最新号か。僕の大ファンはフィスクの逮捕をどう思ってるのかな。え、ファクトニュース。ジェイジョナ・ジェームソンのファクトニュースってこれか。ジェイジョナ・ジェームソンか。この街の問題について語るのはおなじみピューリッツァー賞受賞者。最初だから聞いとこうか。2度も受賞したデイリービューグルの元編集長だ。本の宣伝。そしていつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に注文すると追加で大リバをゲットできるぞ。宛名は書かないからな、調子に乗るなよ。諸君、ジェイ・ジョナ・ジェームソンのファクトニュースだ。これちょっと長いんだよな。世界に溢れる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ、喋って。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。お、そうだそうだ。だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろ。そうそう、みんなハッピーだろ。それで君は、警
警官か検察か、みんなスタークの、あの助手だよ、ハッピー。百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。ああ、いや、配管業者。なるほどな。じゃあ黙ってうちのトイレを直してろ。暗黒街のボスについての豆知識だ。一人消えると立ち、給料もらうぞ、ちゃんと掃除しても。見つけたチンピラどもが次なるゴッドファーザーの座を狙い出す。ギャングの構想を開始ってやつだ。俺とお前も構想してるけどな。気にすると思うか。なきゃない。テレビに映ることしか気にしてない男だぞ。俺は写真写りしか気にしない男だ。手数料なしで同感が手に入る。だから構想が始まるまではウェブヘッドの味方だ。新入りマフィアにそいつを3倍の値段で売りつけられたり、足をへし折られそうになれば、そのくだらない考えも変わるだろう。じゃあな。見てろよ、ジェイムソン。絶対僕のこと認めさせてやるからな、そのうちね。お、その言葉そっくりそのまま返してやるよ。お前の考え変えさせてやるよ。お前の目の前で自分自身の足へし折られたりしたら考えも変わるだろうよ。よし、行くか、ユリ。俺は正義のヒーローだ。